どうも皆さんこんにちは、ケンです。2019年に5000円以下で買えるおすすめのキャンプ道具っていう動画を投稿したんですけども、おかげさまでめちゃくちゃ再生されています。ありがとうございます。ということで今回はタイトルにも書いてある通り、5000円以下で買えるキャンプ道具2を紹介したいと思います。まあね、おすすめのキャンプ道具って言われても10万円ぐらいするものを紹介されても困っちゃうと思うんで、5000円以下で買える道具だけを紹介したいと思います。ということで早速雰囲気を出すために焚き火台に火をつけましょう。僕が焚き火に火をつけるときに使うのはこのファイアライター999円です。これ簡単に言うと着火剤付きのマッチなんです。使い方はマッチのように箱の側面でするだけです。持ち手の部分は着火剤になっていて、この状態から7分から8分間燃え続けます。火をつけるときマッチを使ったりガスバーナーを使ったりメタルマッチを使ったりいろんな方法があると思いますが、大前提として焚き付け用の細かい薪を用意しなければなりません。マッチ1本でこの太さの薪に火はつきません。しかしファイヤーライターであれば8分間燃え続けるんで、細かい薪を用意しなくても太い薪に直接火をつけることができます。火がつけばある程度の風にも強いですし、適当に組んだ薪にポイッとしとけば絶対に火をつけられる失敗しない火付けグッズです。ということでこれを使って焚き火台に火をつけたいと思います。焚き火台はどこかって、このメスティンの中にあります。じゃじゃーん、なんと焚き火台が入っています。 CLS 焚き火台 M サイズです。これ結構すごくないですか。最近はちっちゃくなる焚き火台とかめちゃくちゃたくさん出てると思うんですけども、この小ささ正直レベチです。このメスティン、いわゆるダイソーメスティンと呼ばれるもので、他社製のメスティンより小さなメスティンですけど、こんな感じでくるくる組み立てていくと結構大きな焚き火台になります。メスティンの中に入っている焚き火台なのに楽々メスティンを火にかけられるくらいの大きさです。メッシュの焚き火台で火床の高さを調節できるので、薪でもいきますし炭でも使用可能です。小さな焚き火台とかバーベキューグリルってたくさんありますけど、これが最強だと思います。僕焚き火台 5,60 個持ってるんですけども、ダントツでちっちゃい焚き火台です。ってことで焚き火に火がつきました。いや焚き火見てるとめちゃくちゃなんかお腹空いてきましたね。なんか食べ物ないかな。あ、ポケットの中にソーセージが入ってました。でもこれどうやって焼こう。ということで3つ目で紹介するのが田中文金属のフォールディングバーベキューネットです。これマルチツールみたいな見た目をしてるんですけども、分解してあげればじゃじゃーん、こんな感じであっという間に網になります。この収納していた部分は取っ手にもなるんで、こんな感じで熱いところに置くこともできます。この網なんとさっきの焚き火台と組み合わせるとめちゃくちゃちょうどいい感じになるんです。普通サイズのメスティンだと焚き火台と網2つともまとめて持ち運べるので、ソロキャン最強の組み合わせになります。ということでいい感じでソーセージ焼きました。いただきます。うん、おいしい。はあ、ソーセージ食べたらめちゃくちゃお腹いっぱいになっちゃいました。こういう時ってコーヒーが飲みたくなっちゃいますよね。ということで4つ目で紹介するのはこちら、じゃじゃん、 GSI のグレイシャーステンレスケトル1リットルです。このケトルをおすすめする理由は主に2つあります。1つ目の理由はこの蓋が大きいということ。ここが大きいのでこうやってガス管とかガスバーナー、さらにこのガスバーナーとかこういったものを入れて持ち運ぶことができます。さっき紹介したこのメッシュに入る焚き火台、こんな感じで入れることができました。面の形がこういった丸いものであればここに入れて持ち運ぶこともできます。もう一つの理由は指が届くということ。こんなに口が大きいんで、例えばこんな感じで手を入れて隅々まで洗うことができます。こういったラーメンとか作った後の油汚れも隅々まできれいにすることができます。ということでこのケトルを使ってお湯を沸かしましょう。キャンプでコーヒーを入れる方法ってたくさんあると思うんですけども、こういったドリッパーを使ったドリップコーヒーが一番主流だと思います。あらゆるメーカーのキャンプ用のコーヒードリッパーを使ってきたんですけども、その中で最もおすすめなのがこれ、じゃじゃん、テトラドリップのドリッパーです。このテトラドリップのドリッパーおすすめの理由は薄くなるからです。100円ショップでこういったドリッパーって売ってると思うんですけど、これ薄くはなるんですけども、この足の部分が出っ張っていて、こんな感じでメッシュに入りきれないんですよね、これ実は。しかし今回紹介するこのテトラドリップは3つのパーツを組み合わせてドリッパーにするんで、これ分解してしまえば、はい、こんな感じでめちゃくちゃ小さくすることができます。このテトラドリップだったらこんな感じでメッシュに入れることができるんで、スタッキングしたい方にはすごくおすすめなドリッパーです。ということでコーヒー入れてます。このテトラドリップは青色なんですけど、こういった赤のねコップとかにこうやって組み合わせるとめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。無機質なこうステンレスもかっこいいし実用性あるんですけど、まあこういった色がついてるのもすごくいいなというふうに思います。ということでコーヒーできました。早速いただいちゃいましょう。めっちゃうまい。ちなみにキャンプとコーヒーに関する動画は1本の動画にめちゃくちゃ分かりやすく、まとめてるんで、キャンプとコーヒーに関してもっと詳しく知りたい方はこちらの動画を、ご覧ください。ということでコーヒーも飲み合ったんで、今度は雰囲気を出すために、火をつけたいと思います。ということで6つ目のおすすめするのはこちら、コールマンのルミエールランタンのじゃじゃん、トルコランプバージョンです。
このトルコランプ風コールマンのルミエールランタンは実は自作品なんです。この、ルミエールランタンのガラスのホヤに、こういった三角とか四角とか丸とか、ビーズとかそういった、ガラスをくっつけてオリジナルにしています。まず A4 用紙に仮デザインを作って攻め電を塗りながら貼っつけるだけで完成です。めっちゃ簡単にオリジナルのキャンプ道具を作れるので皆さんもぜひ試してみてください。まあ、ルミエールランタンって今回言ってるんですけども、別にガラスのホヤであれば何でもいいんで、まあ、こういったスノーピークのノクターンとか、まあ、全然あの中華製のメーカーのガラスとかでもいいんで、ぜひ皆さんが持っているランタンとか、でやってみたらいいんじゃないかなというふうに思います。ただ一つ注意点があって、ガラスくっつけてるんでこれ、収納ケースに入りきれなくなります。今回このガラスとかビーズとか、楽天とかアマゾンで買ったんですけども、まあ、中にはね、透明じゃなかったり、そもそもガラスじゃなかったりすることがあります。ちょっとね複雑で何買っていいかわからなくなると思うんで、僕が概要欄に、貼ったリンクから、ぜひ覗いてみてください。ちなみにこのオリジナルのガスランタン作ってもう1年半ぐらい経つんですけども、さすがにねこのビーズの部分触るとポロポロ落ちてしまうんですけど、このガラスの部分が、剥がれることは一個もないですし、何度も使っているんですけど、この接着剤が、熱で溶けたりとかもしてないんで、この作り方で十分、通用するかなというふうに思います。これめちゃくちゃいいと思いませんか？誰もやってないですし、インスタ映え間違いないと思います。ただちょっと作るのがめんどくさいですよね。わかります。そんなあなたにこちらはどうでしょうか。じゃじゃん、オリジナルのキャンドルです。実は僕 YouTube 以外にも Yahoo Japan とかに動画を投稿していて、でその Yahoo 上で200万回再生されたのがこのオリジナルキャンドルです。作り方がめちゃくちゃ簡単で、この容器に好きな何かを入れます。野花でもいいですし、なんか写真でもいいですし、とにかくなんかロマンチックなものを入れます。そこにキャンドルオイルを入れます。このオイル、ピンクとか青とかたくさんの色があるので好きな色が見つかると思います。そして蓋をすれば完成です。火をつければあっという間にオリジナルキャンドルの完成です。ちなみにこのオイル無臭です。オイルが残っていてもボトル本体に戻すこともできますし、経済的でもあります。このキャンドル風で消えやすいので、テント内で使用することをお勧めします。まあ、あくまでもキャンドルなので照明としては暗すぎますが、雰囲気を作るには最適です。キャンプ場だけじゃなくて、例えば記念日だったりとかでも使えるんで、キャンパーだけでなく全人類におすすめできるキャンドルです。キャンプ場の近くにコストコがあるんで、じゃじゃーん、コストコのチキンを買ってきました。いただきます。うん、めっちゃ美味しいですね。でも美味しいけどなんか味変したいですよね。そんな時に便利なのがこのキャプテンスタックのシェラカップとすりおろし器です。おすすめしたいのはこのおろし器とスライサー。スライサーなんか100均で買えばいいじゃんと思うかもしれませんが、これシェラカップにガッチャンコすることができるので、スライスした野菜があっちこっちいかないのがグッドなポイントです。大根おろし器とか薬味おろし器もついているんで、ニンニクとかもおろすことができます。こうやってシェラカップにかぶせればかさばらないので持ち運びも便利です。ということで玉ねぎとニンニクをすって醤油とか入れて簡単に焼肉のタレを作りました。自分好みの味でタレを作れるので、皆さんもぜひやってみてください。撮影しながらチキン食べたら冷めてきちゃいましたってことで温め直しますか。そんな時に活躍するのはこちら、ででん、デルモントのトライポッドバンドル4400円です。これ何のこっちゃと思うかもしれませんが、これこんな感じで1台多役のめちゃくちゃ便利なキャンプ道具なんです。まずトライポッドの作成、適当な木が3本あればこのように即席でトライポッドを作ることができます。チェーンをぶら下げて下に焚き火台とか置けば、あっという間にクロート感プンプンになります。2つ目は五徳として使用できるということ。こういったフラットな焚き火台でダッチオーブンとか使うとき、下に炭を置けないんですよね。無理やり乗せればいいんですけど固まっちゃうじゃないですか。そんな時これを使えば五徳として使えるので、いい感じの火加減に調節することができます。3つ目の使い方も五徳なんですけど、これはガスバーナーに乗せて使う方法。中にはこんなに小さくて、しかも傾斜がなくて使いにくいものもあります。ここに乗せればあっという間に大きな五徳のガスバーナーになります。アルコールストーブの五徳にもなるので、マジで1台で何でもこなすトライポッドバンドルです。これ巷に密かに人気なので、昔は3500円ぐらいで買えたんですけど、今は1000円ぐらい値上がりしているので、気になる方は早めに購入することをお勧めします。焚き火台の中に五徳を敷いて、鉄のダッチオーブンの中にチキンを入れて蓋をして温めます。実はここ最近で買ってよかったキャンプ道具1位はこのダッチオーブンだったりします。これロゴスの2020年新作の鍋で、ダッチオーブンになるし、フライパンにもなるし、鍋にもなるし、超おしゃれなお皿にもなるという優れもの。鋳物じゃないので軽いからマジでおすすめです。これこんな感じで海に炭を乗せやすいですし、マジで使いやすいです。思い切って取っ手をなくしている点がグッドです。5000円以下でおすすめのキャンプ道具、最後におすすめするのこちら、ででん、
アッシュキャリーです。これいわゆる引き壺で、まあ、火のついた薪とか炭とかをこれに入れて持ち帰ることができるというキャンプ道具です。まあ、撤収前に焚き火とかしてて、もう燃やし尽くすにはちょっと時間かかるなという時ってあるじゃないですかね。そんな時に無理に燃やし尽くすんじゃなくて、まあ、必要な分だけ燃やして次回のキャンプの焚き火でまた使うことができます。一般的な引き壺ってこんな感じで金属製のものがほとんどなんですけども、このアッシュキャリーはこんな感じでこう耐熱製の布でできてるんで、コンパクトにまとめることができます。まあ、必要な分だけの薪しか使わないので、まあ、エコっていうかサスティナブルですし、まあ、大量生産大量消費の時代から変わりつつある中、キャンプブームでたくさんのキャンプ道具が消費されているからこそ、僕ら一人一人が環境に対して優しいことをこう積み重ねていって、時代の変化についていくっていうのも必要なことなのかなというふうに思います。ということで、いかがだったでしょうか。5000円以下でおすすめのキャンプ道具14選の紹介でした。今回紹介したこのキャンプ道具たちは、紹介順に概要欄の方に購入先貼ってるんで、気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。